でした？いやなんかすごい疲れましたね。なんかすごいぐったりだね、ぐったりしました。今までの女子アナの罰の中で私本当に一番嫌な回でした、うん、辛い本当、ね、なんでこんな企画を考えたんだろうねでもここまで出ると思わなくて、自分が嘘だと思ってないことにも反応するのがショックですよね。うん、うんどうなんだろうね、どこまでが本当なのかちょっとわからないよね。自分の中で今日嘘発見器何パーセント当たったと思いますか？あそれどれくらいだろう。花見さんは68%。 結構で半分以上は当たってた、うん、そうだね。成田さんは？私本当に低い、多分 20% か 30% ぐらい。嘘だよ。本当にです。本当？あの男の人は顔かお金かみたいなのじゃないですか、うん、私絶対お金よりもイケメンの人がいいのであーなるほどね。まあ、そういうのは当たってたし、うん、私は 85%。 結構当たってた、うん、私70か 65% ぐらいですかね。みの、うんね、さんのに関しては本当に考えたことなかったので。そうだよね、本当に。いや考えたことあったら問題だよ、それですよね。どうしよう、どうしよう、どうしたらいいんだろう。でもさ、本当のさ、嘘つきは誰だっていう企画だからさ、うん、本当の嘘つきは一体誰なんだっていうことなんですよ。でも私思うんですけど、うん、この4人は全て包み隠されてる、うん、結構正直な。そうなの、そうですよ、プライベートのことも、うん、そう、うん、仕事のことも。あの古谷由美ちゃんは私すっごい好きなんだけど、でも由美ちゃんってすごいミステリアスじゃない？ミステリアス、うん、なんかさ、ね、仕事終わってからどこ行くか分かんない感じしない？あきおちゃん帰ってさ、すぐ愛犬と遊ぶじゃん。そうですね。でみなほちゃん直帰じゃん、うん、でさ、なぎさちゃんお家帰って一人でご飯食べるじゃん。全部さ、分かるのね、うん、でもさ、ゆうみちゃんって謎じゃない？プライベートが見えない。見えない、確かに。でもそうすると、はるかちゃんもそうですよ。いや、昔同期だけど、なんか謎な感じがして、ねえー、教えてくれるのかもしれないけど、自分からは話さないですよ ね。そうだね。昨日誰々とご飯に行って、とかどこどこに行って、とかは、うん、誰だと思う？じゃあ誰だろうな。なんか本当の姿を見たいっていう意味も込めて古谷ですかね。あでも私もそう、最初からそう言ってた。そうですよね、うん、みのは？私もそうかな。大沢は？ちょっと偏っちゃうけど、私も古谷のもうちょっと動揺する姿とかを見てみたかった。本当に全部完璧ですね、このままだと。じゃあでは、ちょっと言いにくいけど、古谷に投票よろしくお願いします。お願いします。このテンションになるよね。なんかあね、申し訳ないよね、いないのにみたいな。お任せします。はい、南さんに投票お願いします。